2020年5月25日月曜日の生放送です。もうすぐ5時です。5時になりました。予告でですね、水谷先生のフェイスブックに書かれてる件の紹介っていうことを申し上げてたんですけども、実は大変体調が悪くてですね、少し準備をしてたんですが、で探したけど見つからない資料があったりして、大変申し訳ないですが、明日以降にちょっと延期させていただきたいと思います、その件に関して。そしてもう一つお知らせで、かねてからご案内のこちら、石破茂五六祈りの課題、緊急企画ですね、市民社会で地の塩となれるよう、これがゴスペルライトストアで販売開始になりました。ゴスペルライトストアって言いますのは、インターネットでキリスト教の書籍を買うことができるお店です。私のフェイスブックのですね、これの一つ前の投稿にそのことを書いておりますし、そこにゴスペルライトストアにこの石破茂五六が売られている、その URL を記しておりますので、そこをこうクリックしていただいたらピュッと飛んでいって買うことができます。ゴスペルライトストアではですね、1500円以上のお買い上げをいただくと送料無料ということになってますから、どうぞ他の本も合わせてお読みになってですね、1500円以上買ってあげてくだされば、あなたも送料が無料になる。この363円という安い本に送料を払うのはバカバカしいということが解消されますので、三方両得ということになりますので、よろしくお願いします。で、今ちょっとこう喋り方をですね、私のこう昨日の晩だったかなのフェイスブック投稿で、黒柳徹子さんが笑っていいと思うという番組に出て、笑っていいと思うっていうのはタモリさんが毎日お昼休みの時間にやってた、まあバラエティ番組っていうかトーク番組ですね。で、そこにこのゲストが最初に出て、で、タモリさんと話をして、で、最後に、その、友達の場っていうことで、明日の出演者を、その、出演者、今日の出演者が電話をかけて、明日はタモリさんの笑っていいともに出てもらえますか？で、交渉しまして、で、交渉が OK だったら、その、出演、明日の出演候補の人が、いいともって答えて、で、明日その、で、その番組ですね、その笑っていいともに黒柳徹子さんが出てまして、私が非常にこう、なんていうかな、改めて思ったのが、黒柳徹子さんは非常にこの滑舌が良いのですね。滑舌が良いというのは、この口の開け閉めです。ですから非常に言葉がはっきりしている、こういう感じでぼんよりしたこう喋り方ではなくって、口をパッ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 と開けて、非常に極めてはっきりした言葉で喋ってる。しかも喋り続けてる。ずっと見てましたら、滑舌が悪い瞬間が一瞬たりともない。もうまさにマシンガントークを絵に描いたような喋りをクラインさんがしてらっしゃる。もうよどみなくですね。で、言う内容も、この、まさにこう言葉で絵を描くと、いうような感じで喋ってるのに改めて感心いたしました。そこで私も今日はこの黒柳徹子さん、私高校の時に放送部に入ってましたので、滑舌という言葉、これは滑舌をですね、非常にこれは練習したわけです。当時その練習の仕方として、あーというロングトークがありまして、で、青い家あえいうえおあおかけきくけこかこって、この50音順番にやりまして、その次に滑舌の練習で、
青い家、あいよい、青いより、のあおい、いえあおい、青嵐、おいよぐいすっていう具合にも今でも暗記してますけども、その、言葉を滑舌よく喋るという練習を毎日やっていたわけです。そしてこの標準語の研究、練習ということをやりまして、そうだ、やっぱりその黒柳さんに習って滑舌をちゃんと喋ろうと。いうことで今こう心がけて今この瞬間ですね滑舌をきちっと喋ってみているわけです。あとねなんか喋ろうとしてねこの生放送ね案外ね頭の中がね白くなるんですね、そしてそうですそうですあの Facebook のまた最近のものに、もう1ヶ月前になっちゃいましたね1ヶ月近く前になっちゃいましたが文楽の豊武露太夫師匠が生放送で出てくださったことがあって、で、その時の収録してある、この再放送といいますか、アーカイブを、この YouTube の方に載せました。YouTube。で、YouTube が、ミッチー本舗、ミッチー本舗という、この、名前で私がこの YouTube を作っておりまして、だから I am a YouTuber ということですね。I am a YouTuber ということなんですけども、その中に、生放送の記録、生放送の記録ということで、これ予定としてはですね、予定というよりももう段取りとして、Facebook の全番組を入れるようにもう今準備してます。実は人に頼みまして、その Facebook ライブでやって、それがアーカイブになって保存されてるものを一旦自分のパソコンに、こちらのパソコンにダウンロードして、で、それをもう一回 YouTube に上げるという作業を、こう、人に頼んでですね、やってもらってる最中です。で、ダウンロードは全部済んだっていうことです。で、師匠の、豊武露太夫師匠の番組に関しては、いや、これ、皆さん、ちゃんと、YouTube の方に上げといてくださいよ、って言われてですね、はいって言ったのに、未だに上げていなかった。これがですね、この、ひとえに私の、こう、物草のせいでございます。でそれとね、案外 Facebook のライブ放送をダウンロードするっていうのがね、簡単ではなかったんです。こういう YouTube をダウンロードするソフトとか、あるいはネットで、この、ここにこう、YouTube のダウンロードしたいとこの URL を入れて、で、ダウンロードするっていうボタンを押したら、ダウンロードしますよって、そういうサイトはいくつかあるんですけども、それの Facebook 版もあるんですが、それがですね、やってくれない。この URL は認識されていない URL ですっていうことで、させてくれない。で、あとは自分のパソコンにそういうソフトを置いといてやろうっていうことで、いくつかのソフトを試したんだけど、うまくいかない。ということで、こう、ほったらかしになってたところが、もう最近やっとそれができるスーパーソフトを見つけましたので、それを使ってダウンロードできるような形になった、これを使ってやってくださいよ、ということで、人にやっていただいてる。で、今、ダウンロードが、までできた。で、その方がちょっと用事があって、まあ、水曜日以降ぐらいに YouTube の方に上げていきます、というふうに言ってくださってるので、順次見れるようになっていくと思います。YouTube の方でも。で、YouTube で生で撮って、Facebook の方にリンクしてっていうことも考えてですね、したんですけども、以前に一回そのパターンでやったことがあるのが、ノートパソコンを家族の借りて、で、ノートパソコンには、このカメラがついてますから、ビデオカメラがついてますから、目玉がついてますから、それでやったわけですね。あ、すいません。今日は水谷先生のこの紹介はですね、
私体調が悪いとかって言ってる割にベラベラ喋ってるな。準備がよくできてないんで、ちょっと明日以降に延期させていただき、大変本当に申し訳ありません。申し訳ないです。それを見に来てくださった方もひょっとしたらいるかもしれないと思って、もう申し訳ないんですけど、そうしていただき、そしてですね、とか、大平さんみたいになってますけど、そのですね、そう、YouTube のライブで、生放送しといて、それを Facebook にリンクしようとしたんだけど、その人のノートパソコンを借りてだから、毎日借りるわけにもいかない。で、その iPad で、この Facebook でやるのがね、すごい楽なんですよね。もう本当に楽なので、その操作がっていうことね。それでもうずるずるこれでやってると。で、こう、YouTube の方はですね、タブレットからは挿してくれないんです。で、ノートパソコン、パソコンからはさせてくれるという形なんですね。そういうことで、それで、自分のデスクトップにウェブカメラをつけて、で、以前から持ってたウェブカメラを出してきて、つなげたんです。うまくいかないっていう、そういう経緯もあったんで、今回、新しいのを奮発して買いまして、つないだらですね、うまくできないんですね。で、Windows 10に入ってるこのカタカナでカメラというこのソフトで、見ますと、この新しいウェブカメラが認識されている形になってる。ですから、つながってはいるんです。ところがそのブラウザーを開いて、そこで YouTube を開いて、でそこでログインして、そして YouTube のライブを始めますということで、こうそのスイッチをパッとクリックしたときにうまくいかせてくれない。でブラウザーで以前なんかいろいろあって、じゃあ別のブラウザーでっていうことで、違う種類のブラウザーで YouTube を開いてっていうことでやったんで、結論としてはうまくいかないっていうことで、まあ模索中です。そういうことで、締めにですね、この石破茂五六、このずっとお話ししているゴスペルライトストアで売ってますので、ぜひ買ってください。でこの祈りの課題ですね、大事な祈りの課題、これをお読みして、今日は大変申し訳ないですが、お別れとしておいて、でその発行者の字のとこね、これしつこく何回も見ますけど、人がいれば各人異なる考え方を持ち、100なら100の事柄について、全て一致することはありえない。だから私と石破さんが100の意見について全て一致することはありえないということですね。そこに人と人の自由があり、お互いにコミュニケーションをする必要性と、それ以上に人間としての意味があると思う。そういう意味で私は石破さんと政治的信条、社会的見解を異にする部分も多い。これ発行者でありながら、しれっと石破さんと政治的信条、社会的見解を異にする部分も多いって明言しちゃってるわけですね。しかし石破さんが互いに論じ合うことの必要性と有効性を述べておられ、その志は非常に正直なものであろうと私には感じられるということを言いまして、で石破さんが2008年に、まあ一番最初に自民党総裁選に出て以来のこういきさつということを述べまして、でこう石破さんがかつて自民党を飛び出し、新党結党などの後復党後も、これは一変無所属になって、でぶっちぎりで鳥取の地元で、当選した。でその後復党したんですね。復党後も自ら信じるところを語り続け、現政権に物言うベテラン現役政治家としてとどまっていることは不思議な導きのようにも思う。ね。また、西日本豪雨を契機に防災省創設を提起し続けていることも覚えたい。そういう意味で、現今の情勢下、石破さんの語録を紹介する本を祈りを込めて緊急出版する次第である。祈りを込めて緊急出版する次第。で、ここのね、こう背景の画像はね、これ面白いのよね。自分でもね、本当に傑作だなと思うんで、ここがですね、これ何だと思いますか？このずっとこう縦長のですね、
よく見るとこう節がありまして、そう竹なんですね。ですからこれは竹林ということになります。でこの右のページも左のページとがこうつながって、竹林がだーっとね、こう右のページから左のページ、左のページから右のページとこう横断しまして、これが一面となって竹林。で、竹っていうものは地下茎でぎーっとぎっしりとつながっている。そうですね。そして竹の子の話題から誰だったかな。もう竹ってね、ほっとくとね、もういくらでもどん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 生えていっちゃう。ね。すごいポコ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 生えて、あっという間にその辺、きちっと管理しなかったら、もう竹だらけということに、竹林だらけということになっちゃって、まあそういう植物のようです。そういうものをあしらってるっていうことはですね、非常にこう趣が深いな、ね、こういうことを考えながらちょっと、さあそれでは祈りの課題ですね。祈りの課題、祈りの課題、これはクリスチャンプレスさんの記事をそのまま、ここまあ、内容は石場語録が、まあ、14項目ですね。でこれは写真がいろいろあって、この写真といいますのが、こういう、これは早稲田大学で話してる写真ですし、あ、滑舌、滑舌でこのように、この新書サイズ1ページ丸々がこの石場さんの写真であると、そういうページもあるし、そういうパターンで、この大平さんの写真ですね、大平徹さんの写真、これ大平徹じゃないの、これ間違えたんですね。大平、なんだっけ、大平徹って言いますとね、俳優さん、声優さんになっちゃうんですね。ところがこの大平徹さんも笑うセールスマンとかされた声優さんで、この人実はクリスチャンなんですね。で私クリスチャン新聞に以前勤めておりまして、その時にクリスチャン新聞大阪支局の事務所が大阪クリスチャンセンターのテナントとして入っていたわけです。でその大阪クリスチャンセンターの、まあ古い建物だったんですけれども、そのレンガの壁の古い建物のそのテナントの一つとして、大平徹声優事務所、大平徹声優事務所というのが入っておりまして、そこで大平さんにお会いしたことはないんですけども、その方はなんとクリスチャンなんだということでございました。私の高校の先輩で、さっき放送部って話が出ましたけども、放送部の1年かな、2年上の先輩で、後輩っていうのは私と同じ学年の同僚のこの放送部の部員ですね。だから彼から取ったら、まあ、安富さんっていう人なんですけども、その方が、その後輩に、私と同じ学年の後輩に、まあ、そのかされたといいますか、一つ刺激を受けまして大平徹事務所に入ってしまった。で今安富さんは声優をしているね、声優をして、それを声優あなたに言いましたということでありました。で大平さんの名前は大平正、これ、ま、なんて言うんだっけ、正しいという字に芳しいね、先端は双葉より芳しい、草冠に頬って書く字ですね。誰か言わないかな、誰か書かないかな、これね時間差があるので、言って疑問を投げかけたら聴者の方からですね、これはなんとかですよとかって言ってくれるのを期待してるんですが、まだ到達しないかな。大平正の字じゃないや、正しいという字に芳しいと書いて何と読むんでしょう。もう自分でググった方が早いね、ググった方が、大平、大平正義か、あ、まあ、ふっと思い出した、大平正義さんね、もう亡くなりましたけども、クリスチャンの首相として知られていた大平正義さんの写真で、これ大平さんの、まあ、記念館ね、これは大平さんのご地元である香川県に記念館みたいなのがありまして、
で、そこに大平さんの大きなパネルがかかってる。それを石破さんがもうじっと感慨深い芸に見入っている。そういう写真ですね。これも載っております。で、そしてそのコロナに対する、見解、コロナに関する見解を石破さんが言っている。で、それも石破さんの Facebook に載ってるんですね。ですから今すぐですね、この石破茂ってこう Facebook で検索すれば見に行けるわけです。とか石破さんの文章がね、長いんですよね。もうダダ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 って一文が長い、一行も長い。で、それがもうみっしりとこうブロックを積んだ建物のように構造物のようにずしっ、ずしっとあるので、なかなかこう、さあ気合い入れて読もうかっていうところに。で、この本では、その中から大事なところをいくつか選んでセレクトして、もう短い文章でですね、新書サイズ1ページから 1.、まあこれはコロナに関しては、まあちょっとあるね、1ページ半ぐらい。で、こっちのね、語録の方はもう1ページぐらいでピシッピシッとやってるわけですけども、そのコロナに関する、で、これがね、面白いのが、この、ここにね、QR コードが入ってますから、ここは、これをパシッと、スマホで、滑舌、スマホで、タブレットで、これをおとりになると、石破さんの Facebook にスッと飛べると、そういう面白い仕掛けもあります。それでは、長々なりましたが、祈りの課題、祈りの課題ですね。で、この祈りの課題の前に、そうそう、クリスチャンプレスによる取材を転載させてもらったもの。これは、この石破さんに、まあ、クリスチャンの観点から、で、クリスチャンとしての石破さんのプロフィールっていうことも、この、クリスチャンプレスに載せて、くれておりましたので、それをそのまま転載させていただいた。で、この最後のところね、この石破さんの、これ面白いですね。なんかアンパンマンみたいな感じですけども。で、それに続いて祈りの課題が、こちらも、こうさっきの編集者の字ではないですけども、右ページ、左ページが連続してる。こういう、この、レイアウト。特殊のレイアウト。で、やりまして、この内容を今から読んで、心を合わせてですね、今日の生放送は結びとしたいと思います。祈りの課題、政治家をはじめ各分野で隣人を愛し、公平、正義、誠実をもって自分の職を全うしようとする人々、ことにキリスト者である人々にさらなる守りと導きがあり、彼らが有利なポジションについて能力を発揮し、願う仕事ができるように祈ります。そのように、成熟した市民社会にあって、キリスト者が地の塩としての力をさらに発揮できるよう祈ります。また、ご自分がっていうことは、あなたがっていうことですね。ご自分が知る人で、そういう立場の方々、かっこ政治家、公務員、放送人、これ法律関係者ね。メディア人、これはテレビとかラジオとか新聞。医療、福祉者、教育者、事業家、芸能人、エトセトラで、名と境遇を知る人がいれば、その人の名を具体的に挙げて、父なる神に向かって、イエスの名によって、取りなし、祈りましょう。以上でございます。それでは、あなたの上に神様からの豊かな祝福と平安と守りと導きがありますようお祈り申し上げつつ、今日はこれにておいとまさせていただきます。予告していたことが先に伸びてしまいまして、改めて大変申し訳ございません。それでは今日はさよなら。聞いていただいてありがとうございました。